いよいよっすよね。胸が高まってきやすよね。うわっ、どうも、プロスピナンバーワン芸人の大野たかるです。よろしくお願いします。アナちゃんです。よろしくお願いします。さあ、いよいよ明日に迫ってまいりました、スピちゃんでございます。ありがとうございます。いかませんということでね、今日ね、この2選手、まあ1枠なんですね、代打枠。実は1枠しか今空いてないんですけど、この2選手どちらか入れるか迷ってます。この2選手です。はい、まずオマリーさんですね。はい、オマリー選手、まあ最近僕ね、ライドラ降格にハマってて、そう、なんならアーチ降格よりライドラ降格の方が打ちやすくね、みたいな、なんか感覚になってきたんですよ、僕はね。で、まあ、ライドラ、ミート81、パワー77、ね。申し分ないですよね。で、オマリーな、3950とスピーガーね。そう、まあ、守備はね、ちょっともう関係ないんで、まあ、代打枠なんでね。そう、で、阿部ヒー降格、まあ、ライドラということで、ちょっと、オマリーさん、使いたいなと思ってですよね。ただ、その、もう一人。もう一枠を争うもう一人がこの選手なんですよ。バース。あります。バースなんですよね。そう。まあでもね、こう、どこが違うかっていうと、まあもちろんね、ライドラ降格とアーチ降格、まあ全然違いますよね。で、なおかつ、スピリッツも、まあバースさんで3800なんですよ。まあこれって、まあちょっときちいんじゃないかな。3950のオマリーの方が、やっぱちょっとスピ的には上なんで、きちんじゃないかなと思うんだけど、でもバースなんだよね。ミート88%85。そうなんですよ。で、アーチ攻撃阿部ヒ。迷うよね。迷うよ。なので今日はちょっと、大会、ルールで、ちょっとルーム戦1試合、もしくは2試合やって、オマリーさんとバース、2回打席設けたいと思います。その結果によって僕はどっちを使うか決めたいと思います。ライドラ降格かアーチ降格か。ということでね、2試合ほどやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いきましょう。さあ、やっていきましょう。ちょっとごめんなさいね、バースだけでちょっとまあまあオマリーを入れるの忘れてしまったんで、ちょっとごめんなさいと、申し訳ございましたというですね。さあ、ちょっとここら辺もうオマリーまでちょっともうハイライトでいこうか。初球打ち、ヒットになった。先頭バッターの、バッターは2番に入っている山本。ヒットでランナーを1塁に置いています。インサイドファールボールです。次の球もストレートでいいでしょうね。なるほど、さあどう来るか。インサイド落ちました。これもファウル。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。引っ張った。これはファーストライナー。バッターは3番の高橋。ワンアウトになっています。マウンド上のピッチャーはダルビッシュ、そしてキャッチャーは古田。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。縦が強いキャッチャーなんで、ランナーはちょっと慎重になるでしょうね。そうですね。ワンストライクです。痛烈、ショート取った。二塁送球アウト。4番掛布、ファイターズ得点。引っ張った。さあ、ちょっともう回ってこない可能性があるので、ここで代打出します。オマリーいきます。オマリーいっちゃいきます。さあ、オマリーがね、ライドラ降格戦出てほしいな。あー、降格出ないか。まあでもいいでしょう。この感じだとあんま負けてないよね、スピーも。そうですね、この起用に応えます。うわー、やっぱ結構得の出ないと下げられるな。3800。どうなんだろうね、やっぱオマリーなんかな。そもそも俺が打ててないっていうのがまずちょっと気になるところなんだけどね。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。はい、さあ2球目は何か。打ちました、菊池。
はい、3試合目ですね。まあ全然打てないということで、まずオマリーなのかバースなのかの前にまず打てないっていう話なんですよね。しかもメルセデスですしね、うん、まあこうちょっとカットしてオマリーまで行きましょうか。オマリーバースで、よし、じゃあこっからまたオマリーバースやっていきましょうか。ちょっとねメルセデスが見えてきてるんですよ実は。さあまずオマリーいきます。オマリーどうかな。ライトの広角いいね。このメルセデスはスピン温泉か。まあスピン温泉だったらいけるか。スピン温泉だったら全然問題ないよね。3000キロでね、ちょっと次のバースがスピン負けするかどうかちょっと見てみようか。200差だからまあ大丈夫かな。3割5、キレがありますよね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライク。打者の内角をえぐるような投球でした。あーボール、さあバース、ダブルプレーでランナーなくなりました。あーでもアーチ広角出たらそんな負けないね。パワー90あるもんね。もう全然いけるか。まあランナーいませんから、ね、おいさあもうラストっす。はい、もうラスト。ここで結果出した方を使います。はい、阿部ヒライドラ行こう。全然よ、4100スピン負けてない。全然大丈夫。ここで結果出した方を使います。高めの変化球は決まりません。変化球わずかに外れました。スリーボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っているバース。千賀、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー千賀、そしてキャッチャーは We'll be right back.